めちゃくちゃ可愛くね。めっちゃ楽しかった、うん、ダブルス決めてよかった。やり投げは投てきやん、特にうわー、これよく寺で見るやん。見るやつやん。ありますよね。これ一瞬しか分かれこれやばい。おー、素晴らしい。これいい。おまつ。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。まあね、本日青夏っていうね企画、ご存知ですか？知らないです。知らないか。死なすよ。ちょっとまあ、CS パークがね、この夏、ミス青山のメンバーとね、行った青夏っていうものを見ながら、今日はね、二人とお話をしていこうかなって思うんですけど、どう、ちょっとこのスタジオ。雰囲気はちょっと、ね、おしゃれで。おしゃれね。あれみたいな。うん。F a nice me みたいな感じだよね。木とかね、置いてるもん、木とか。ということで、VTR 行ってみましょう、どうぞ。止めたい時はもう、この T シャツ何なん？何それ、散らしてるよね、完全に。あ、来た来た来た。ちょ、待ってどうした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 。一人バスケいるんよ。ナイキ。あ、分かるね。バスケ。あれ、レブロン・ジェームスの息子じゃないこれ。誰これ？ブロン君じゃないの？感覚の。え、感覚っすよね。私服着ないの？これ、いや違う、あのね、ちゃんとこれ収録時には私服で着てって言ってたんや。はい、これが石橋くんの多分フルさ。石橋くんちょっとまあチェックしといて。年下っすよね。年下っすよ。じゃあ悪い顔してるな、悪い顔。やばくね。いやめっちゃ可愛い。今度やっぱもう青学でもトップの6人だからね。石橋石橋石橋お前ガンつけんの石橋。え、かわいい。え、これやっぱね、一日の鍵ってなる青夏フォンなんだけど、これ、はい、青フォって呼んで青フォ青フォン青フォではね、カロスからのミッションが行ったり、あとメンバー同士でちょっとまあ秘密のやり取りができたりして、で、まあそこではこう、水面下でねなんかやってるかもしれないし、カロスから結構ガンガンねミッション飛ばしたりもするから、まあ青フォにもちょっと注目してほしいかなって思います。はいはい、手でわかるような、かわいいよ。そう、手でわかる。手がかわいい子ね、手先がかわいい。手先がかわいい。やめ、はい、青夏ポイントっていうのがあるんですよ、これ、はい、これですね、爽やかとか可愛いとか青夏じゃねえかって思った人に投票していくんですよ、お互いに。なるほど。誰が青夏だったかみたいな入れれて、で、2人も入れれる。うん、え、そのミスコンの人ですか？あ、もう男子にも。あ、男子両方に2人がこいつ青夏してんなってなったらもう入れちゃっていい。2人にはね、青夏だと感じたらガンガン止めちゃっていいので、はい、お願いします。そして、まあ、青夏ポイントの説明なんですけど、これはね、視聴者も参加型のね、リアリティーショーになるんですよ。チャットを見ているあなたもぜひ、誰が青夏だったみたいな感じたらすぐコメントしてください。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 はい、ということで行ってみましょうか。じゃあちょっとここで参加メンバー紹介していきましょうか。これね、ミスエントリーナンバー1の中村真彩さんですね。3年生、年下だね。福岡出身で、たまに出るんよ、博多弁が。あー、南小東みたいな。お前めちゃめちゃ鼻の下伸びてる。ソフトバンクホークス福岡、はい、が好きらしくて、野球観戦とかお笑い鑑賞が好き。やまや。特技書道ね。書道？字が綺麗な女子はもう、いやもうやばいっす。やばいよね、これ。大好きっす。小室恵梨子さんですね、ナンバーって。この子はね、本当だ、この子がすごい、やっぱ愛嬌があるというか、この写真とかじゃなくても、今日この後 VTR 見てもらえば分かるんだけど、人と接するのを見て多分ちょっと好きになっちゃうと思う。僕たちですか？うん、好きになっちゃう。なんかね、ちょっとなんだろうね、小悪魔的な要素があるかな。感じだね。だって趣味アイロン掛けです、うん、アイロン掛けは嘘。そういうやつは嘘。特技アイロン掛けはね、ないよ。特技手料理とアイロン掛け嘘ない。リアルな、なんかこれが特技とか趣味にあったらいいなって思うものは何なん、逆に。特技は飾らない感じだよね。素の感じだよね。本当にもうシンプルがいいですね。映画好きとか。あ、そうそう、そういうのが好き。それを食べ歩きとか。食べ歩きとか、でもめちゃくちゃ可愛い。いや、趣味寝ることってルカワか。
いやでもね、たまにいるよね、その寝る、寝てますみたいな、そうさ、休日寝てますみたいな、私の手からな、あれこれでもね、特に見てほしい。ダンスは、確かね、高校までダンスやってたらしいよ、さくらさんは。その右肩を外すことカンマバキだからどういうこと、やばくね、え、なんかやつ、え、そのやってたんですか、スポーツとか、そういうなんか、中学までバドミントンで、高校をダンスで、大学で肩外す肩外す部でも、なんか飾ってないところがいいよね。そうだね、もう全部出してる感じがね、普通にね、いいよね。肩外すって書けばいいんじゃんインスタとかにも。ということで、全国のあの女の子の皆さん、インスタのプロフィール欄に肩を外すことと書いてください通称、伊藤美久ちゃんですね。わ、かわいい。え、神奈川だし、フランス文学科って時点でもアウトだよね。うん、もう俺らとかけ離れすぎてやばくない？そうそうそう。何大学、何学部ですか？博報大学博報スポーツ健康専攻、教育学部。あ、教育学部なんだ。りょうくんも一緒。あ、そうなんだ。そうだが、みんなのお姉さん的な感じですね。あー、ぽいわ。ぽいぽいぽい。斉藤きみこさん、お姉さん。はいはいはい。高校まで一貫で女子校だったらしくて、共学始めてみたいなこと言ってたね。うん、資本主義と社会主義について考えること。うん、大統領青学のこの何学部だ、経済学部、はい、で、首席なんだって。首席ってなんすか。1位。1位なんだって。すごい、すごい、青学で1位ってやばくない、学部で。水泳部だったらしくて、まあそれはあのエピソード1のね、最初のスポーツでちょっと見れるんだけど、まあまあお楽しみにしてくださいということで。ホルト、エミ、ホルト、エミ、ホルト、え、ホルト、ハーブらしいね。あ、みんな3年生だね。洋楽を聴くこと、その右を洋画を見ること。あ、まあ、洋だね。なんだろうね、洋画好きだよね。洋画好きだね。洋画何が好きなの。ホラー。ホラー。あ、ホラー。アナベル資料館。洋画を見ることが何が好きなんかね、こういう子は。意外とね。ワイスピとかダブロマンスキーです。500日のサマーとか。あと1センチの子。あ、そうそうそう。あ、はい。あれね。どうする人、ロッキーとかです。ランニングしてたロッキーのテーマで。でですね、はい。まあなんかこの企画自体が、その青学のミスコンって基本的に SNS で毎日やっぱ更新して、あの投票してもらうとかなんだけど、 SNS 越しだとやっぱ見切れないものとかあるじゃん、写真とか動画だと。それをこの青夏を通して見てって楽しもうっていうか、もうかわいいかわいいかわいいってやればいい、基本的には。はい、ということで男子メンバーですね。ちょっとこれ諸事情がありましてね、6人だったのがね、5人になってしまったんです。男子チアン、これね、赤井くん、ゆうすけですね。ちょっとイケメンだよね。あ、でもイケメンっす、めっちゃ。熊本幸太くんっていう、まあ横浜国立大学結構優秀ですね。サッカー部で、去年のミスター横国らしい。マジっすか。そうそう、もうグランプリか。やっぱね、お話上手よ。サッカー部ってなんかさ、チャラいイメージあるよね。確かに。間違いないね。だいたいなんか中学校の時とか高校の時、クラスの可愛い子と付き合うよね。ああ、マジそれ、そうっすね。で、競歩大会早いよね。そういうやつだって体育祭でめちゃめちゃしゃしゃるんですよ。そう、しゃしゃる。めっちゃ決めんだよ。俺、そういうやつのあの靴の中にダンゴムシ入れてたもん中学の時。大福ず目力えぐな。何これ。でもね、一人だけやっぱね、そのでも身長めちゃめちゃ高いし、かっこいいっすよね。かっこいい、かっこいいと思う。いかにもバスケですって感じがするね。ちょっとバスケだからね、ちょっと遅い。多分アレスだから、キング帰ってアレスエイヤなの。アレスエイヤ、アレスエイヤ。へぇ、かっこいい。グスマンですね。グスマン、通称、一番年下なんよ、今回、10年生。ラグビー強いんすか、青学って。青学はでもね、いわゆる一部にいて、グスマンは高校の時アンダー18の日本代表だった、すげえな。俺、高校の時ラグビー部とめっちゃ仲良かったんですけど、ラグビー部は相模の、はい、めっちゃいいやつ。あ、そうなの。間違いない。なんでグスマンかって気になるのに。え、グスマンって何ですか。グスマンなんだって。具志堅用高の犬がグスマンって言うんだけど、それに似てるからだしもうずっとグスマンだし。そうそうそう、彼はだから呪われた人生を持つ男なの。順天堂大学の大学院の1年いいんだから、にんちゃん、りょうくんの一声で陸上で、谷やんだね、やり投げの選手らしいんだけど、まあ T シャツがダサい。ダサいっすね。島村いや、多分アベール。本編いきますか。イケメンやん、かっこいい、かっこいい。ちなみにこの青夏のロゴはね、俺が描いたんです。
サーフィン、サーフィンやるよ最初。お、水着じゃん。おー、いいね。あ、ナイキや。ナイキだ。やっぱナイキなんだよ。サーフィンはユウスケ、タニオン、グスマンだね。男子は。女子は水泳経験のあるキウゴちゃんとエミリさんがやります。いいね、あの、ガタイいいのいいね。そうそう、ガタイ結構重要っすね。男子はかっこいいとこ見せて、青夏ポイント。女子はね、ちょっとこう張っちゃう。そういうサーフィン。おー、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 おタニアはね、小ぶりな近くしてる。爆発天気いい乳首、いい乳首、いい乳首。グズマンもやるね、グズマンすごいから、腹筋これさこれはエグくないグズマン、そうね。いや、グズマン、それはやっちゃいけない、絶対ちょっと引いとるもん、うん、仕込んできてるもんあ、でもいいキャラそうだね。そう、いや、めちゃめちゃ面白いよ、グスマン。おー、いや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 、何が何が何そんなことはしなくていいよ、ね、しょ。そんなことしなくてよくないでもちょっと、青夏っすこれ、青夏なの青夏の判断基準はね、分かってないから、カルロスの青夏っぽかったら、これ青夏ね。1ポイントいただきました。あれすごいな。いいよね、男女みんな集まってサーフィンやるなんてなかなかないからね。わ、かわいい。あー、かわいい。見てる子もかわいいもん。もうかわいいもん。おー、ゲストも来てほしいかな。めっちゃいい体、これすごいね。一番かっこいいでしょ。何体育の先生、何に言うてるの。あ、来た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 腹筋、腹筋。おー、青夏じゃない、これはグズはなかなか筋肉、おー、やっぱ褒められるんですよ。どうせ、インカメでしょ。いや、って思うじゃん。ちゃんと取ってあげるんですよ。おー、まあ、左から言うのよ、女あ、俺インカメやん。かわいいな。自撮りでもかわいい。しばしばし一番脱ぎたいぞ。あ、あ、やばい、助けろ、助けろ、やばい、助けろ。いや、お前、男なら助けろ。めちゃくちゃ嬉しい。めちゃくちゃ嬉しそうで、一生懸命メイクとかさ、多分やったんでしょうね。やってるでしょうね。でも女性の気持ちが分かるのは大事ですね。リンさんならあれ助けますよね。いや、当たり前ね。アニアさん、いや、当たり…殺すんだ、殺すんだ。アニアさん、お疲れ様です。一発いただきました。ほら、助けてやれ、助けて、助けろ、助けろ。なんで笑ってんの。しばしは基本笑ってるよ、見ながら。一生懸命朝からさ、髪もメイクもしたのに。でもね、やっぱ結局可愛いんだよね、濡れても。濡れても可愛い。めちゃめちゃ濡れてんじゃん。めちゃめちゃびちょびちょ。うわ、これね、ちょっと調子乗るよ。手離して、手離して。こいつ、かっこいいな。え、顔はどうな。かっこいい。かっこいいっす、ゆうすけくん。髪型もいいね。ハーフっぽくないですね。うん、女子のサーフィン姿どう、やっぱ見て。あ、女性なのにこういうズブレになっても。そうそう、俺なんでもそういうんです。いや、私絶対濡れたくないという、めっちゃわかるぞ。とか、こんな食べ物食べたくないっていう女子はもう、うん、お前組やばいって。あ、いいね、これ、うん、ね、これお互いちょっとどうするの、やり合うんすよ。ちょっと待って、ちょっと待って、な、どっちだ。ちょっと待って、な、いや、もう今ね、グスマン、グスマン、バケツ、バケツ、グスマンね、俺ね、何これ、誰になってんのか分かんないのか。よく撮りましたね。本当によく分かるんだ、これ。めちゃくちゃ面白い。こういうのすごい大好き。グスマン、ほら、もう多分今4ポイントぐらい入った。そうですね、ミッションが、ミッション、これエリコさんですね。あ、エリコさんにグスマンを上から応援してあげてっていう感じで、どんどん携帯でガンガン飛ばしていく。ちょっと苦笑いしてね。あ、ね、多分ね、グスマン誰か分かってない。この時はクマくんにね、隣のマヤさんに話しかけて探してますね。ちょっと隣っつってんだよ。バカお前。この後話しかけるよ、これで。こう、いや、絶対緊張してるやろ。話しかけろ、話しかけろ。しばし緊張してるね。しばしお前。あ、グスマン、グスマンね、応援しろ。おー、いいね、いいね、いいね。グスマンやん、これ。あ、グスマンポイントだね。青夏ポイント、青夏ポイント。これグスマン喜ぶでしょ。うん、わっちゃった。これはね、
ミッションでも嬉しいもんね。そうだよね。なんか俺だって名前呼ばれただけで俺のこと好きなんかな。俺だったらグスマンだったらこのサーフィンが得意なはずのねインストラクターじゃないですか、はい、グスマン引っ張ってる見てて見てあーごと行くからごと行くでももう女子受けてるからあーいいこれはポイント高いですねこれいいねでねすごいよこのもう巻き込み事故溺れさせてるの見てるこの後あーやっぱ運動神経あー、ね、よし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 赤いね、この後多分ね、この階段ら辺でちょっと女子落ちてくの待ってるっぽい節があるんだよ何それほらほら、怖い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 よ、怖いよ、怖いよ何してんのそうだから直してますこういう男マジで嫌い感じ出してね、ほらエミリちゃんどれですかクマこいつか黄色ですねいや、俺だったら絶対ミッション来なくて応援しますけどえ、すごいすごいすごいおー、いいすごいすごいいや、これね、なんかやっぱプールサイドちょっと2人で話すみたいな機会もちょっとできちゃったりああでも、もう、やっぱりこの頑張りがねでもね、ほんとね、あの楽しんでるのがいいよねそうあの何事にもね、うん、一生懸命にね、金八先生はーいはーいホルトさんどうですか、金八先生人という字は、人と人とが支え合ってはいはいはいホルトになるんです赤いがね、いろんなやつね、すごいユウスケ君がね、すごいいろんなですよねそういうこと話してるよね、なんかそう、シャイだからちょっと離せんからあだから体を張るそうか、グズマ、ボンボン上げたおー、いけいけ、飛び込み、飛び込み、飛び込みアグレッシブじゃないな、全然おー、いいねアザラシそれ暴動あ、でもやっぱ受けてるんですよホルトちゃん、可愛くねめっちゃ可愛いあれ、これそれだなんかね、上からいや、お前見せれたよ、グズマいや、俺結構好きだけど十分だよ、でもで、この後にやっぱりその互いに、まあ、誰が一番おなつだったかみたいな感じでポイントを入れてもらうんですよねあのそれのね映像があるんでまあちょっとこう予想も入れつつ見てみましょうか斉藤さんですねやっぱ谷庵に入れましたね、あーかっこいいよ普通にこの谷庵を誰に入れてるかっていう話なんですよ谷庵はおー、両思い楽しみな姿が良かったと両思いいいね俺らのバスケ誰だと思う、まあ、要はほぼほぼもう何もしてない石橋はグスマンだよいやエミリちゃん上手くてかっこよかったまあ間違いないよねまあまあねまあそうなるよねでもやっぱミッションの効果でこうやっていろいろね関係性がちょっと変わってくるっていうのありますね、はい、でもねグスマンはキミコさんなんですよ聞こえなかったんじゃないですか応援とかあんまり確かにね確かに優しく話しかけてくれたからっていう理由でこれねこれやばいよ誰にやってるか分からんもんマジで怖すぎるクスマス好きだわいやそう俺めっちゃ気になりますここいやユウスケではないでほしいでもはいユウスケだろうけどまあねまあ個人的にはクスマスよしよねということで誰でしょうかはいそうなんですわうまかったよなどとたくさん声をかけてくれて嬉しかったくまくんは上から応援してたんだけどなかなか届かずっていう感じででまあそのゆうすけですよその結構もうかっこいいとこ見せてこういう感じでちょっと女性票もね高いゆうすけ誰を選んでるのかってはい誰を選んでるのかええり小室さん小室さんバカ完全にもうなんか関係ないもんねサーフィンっていうのが好みで言ってる気がするこれは小室さんって何エミリさんと話してたじゃんそれなという感じなんですよめちゃめちゃなんかなんだこいつバカだ普通にこの時にアーチェリーやるんよみんなで、はい、安あの上で見てた組を中心にでもその前ちょっとミッションを入れてちょっと距離をね縮めてほしいなと思ってこういうミッションを行きましたグループミッションですねグスマンとタニアンとキミコさんはちょっと外を遠くるまでお話をしましょうって感じでということで秘密のミッショングスマンとタニアンどっちがキミコさんの下の名前で先に呼べるかえ、さん付けは禁止ですかキミコすかいや、キミコさんででみんなやっぱお斎藤とか呼んでる斎藤さんとか呼んでるからそれどっちが早くキミコさんって呼べるかみたいなえ、でもそ簡単じゃないですかねこれでももうグスマンとタニアンだからねビビってっから、まあ、こんなね巨漢二人に囲われてお斎藤がどういうポジショニングをするのかということで次回が楽しみですね。はい、第2話も楽しみにしていきましょう。次回予告があります。ちょっとね。おお、あ、かわいいな。見てください、これ。え？おお、うまい。
やっぱ女性陣がアーチェリー、すごっ、楽しみはこのハイタッチしてーなー、ハイタッチしてもハイタッチ、おお来た来た来た、バスケ頑張れ、あ調子悪いな、いつもやってんかお前調子悪いな、かっこつけるかっこつけるで、あ、これこれこれ、待って、